皆様、こんにちは。大儀市のシリーズとして、今まで大正小僧のですね、発展について見てまいりましたけどね、時系列に、系譜という形で。今回はですね、金僧。いわゆる僧書ですよね。それがですね、もう、関来から、 どのような形で変化していったのかっていうことをね、それをね、ちょっと見ていきたいと思うんですよね。で基本的にね、その中で見ているポイントというのはね、その線を見た瞬間に、それがどのようなね、筆法で書かれているのか、もしくはどのような筆管の倒れ方なのか、もしくはそもそも筆そのものがどうなのかとかね、あとは処者する対象。 それはつまり、監督であり、白書であり、もっと初の時代だと神でありというね。そういったね、書く対象ですよね。さらにはこんなものもありましたよね。陶器に粘土が固まる前にですね、ヘラで書いちゃったっていうのはね、そういうのもありましたけれどもね。そういった書かれた対象を見たりじゃ、一番大事なことはね、線を見た瞬間に、その、筆なり、監督なり、 その書いてるものと筆との,その接触の関係をねそれをよくね想像しながら考えていくとそういうことをねやってるんですよねそれが結局筆法であるってことなんですけどもねもう本当にもう物理的などのような角度でどのような速さでどのような圧でどのような打ち込み方でその変化をね線の中に記録されたわけですから。 それを考えていこうということで見てまいったんですよね。それがすごく大事で、それが線を読むということなんです。この線を読むということが、これこそが、もうその書の、ね、根本のね、エレメンツ。もう基礎ですからで。それで文字が構成されているわけですから、そういった形で、ね、見ていきたらと思うんですね、今回もね。それで、また資料のまず紹介からいきますけどねこのね。 天界幹部以下、これはも,ものすごく貴重なものでね。これはね、四川省のね、生徒のですね、金竜空で天界地にという声出たからね、こう言われてるんですけどね。これはね、ものすごく貴重であることというのはね、このね、ここに書いてあるこれ。これ。これはね、ヘンというね、もう伝説的な医者がいましてね、戦国時代に。で、芝生の四季なんかにね、列伝の中に電気が立てられていてですね、 それでわかるんですけどもね、でもなかなかこの人、伝説のお医者さんなんだななんて言われてたんですけどね、もうこの人が書いた書なんていう残ってないと思ってたから、ところが出てきちゃったと、漢の時代に書かれたね疾漢、実出てきちゃった、もうびっくりしちゃったんですよね、これ本当に最近なんですけどもね。それで、このねンジという人はね、節脈診断といってね、脈を測ってね、その患者の様子を知ったりするっていうね、そういうことをね、始めてたりとかしてね。 それで、感情のですね、ゲモシというのはね、これすごく貴重でね、いろんなね、その時代に伝わってたね、書物をね、目録を作っているんですけどね、その中にね、池計7かとね、ありましてね、それの中でね、まあ、皇帝学派って言われるものはね、これはね、内教というのはね、これ有名ですね、祖門とかね、そういったものがありますからね、これが伝わってたんですけどね、偏弱学派とね、白士学派っていうのがありましてね、それがね、もう、 耐えちゃってなくてね、もうどうしようもない、わからない方に出てきちゃったってことで、もう語りすぎましたけどね、処方に入る前に。それでね、本当に貴重だと。でこのね、V 医薬管カン,カン、これも貴重でね、これはね、どういう、ね、薬を飲んだらどうなるのかっていう、そういうことを書いてるんでね、これも貴重ですね、これは甘粛省の方でね、V っていう場所ね。そこでね、出てね、その中の領収っていうね、有名な、これもシルクロードのね、 もう通っている中国で言えばもう本当にそこに佐伯に入っていくねところなんですけどね。カンタンハという場所でね出てるんですけどね。これはもう本当に砂漠の方ですよね。これでこれの次のね、このハケンワンカンカンと。これはね、やっぱり甘粛省のトンコで出てましてね。これもやっぱり佐伯。で、このエチナカンカンもそうですよね。これ内モーコの方ですね。のエチナ木の。 巨演と巨縁艦ともよく言われね。巨縁新艦とも言うね。何度も何度も発掘されていてね、最近出たっていう方で、そういうふうに区別してますけれども、この、東梅老艦艦、これはね、コナン賞ですね。調査。この、ソーマロウもそうですけれども、出てますからね。でこれは、漢の時代のものもあれば、五の時代のも,のもあってね、結構長い期間ね、そこにはね、お役所が置かれてたってことでね、出てるんですかね。それで、ローラン新艦。これは新教の方ですね。ロプノーブルとか。それで 出てますからねで、大岸氏ということで、見てまいれたらと思うんですけどもね、まずね、これ見て感じるのはね、かなり霊障をですね、この伝説なんかも回るしね、ぐってね、やっぱりこの派生っていうね、はたくが強い、右下が一番強くなってるということで、ね、この間、宗書のところで、やっぱり人間の手の構造でこう書くのが合理的というか、自然ではないかということですけどもね。 面白いことにね、この線自体は今まで見てきたような、このグワッて入って、キープしたままグーって線が引かれてるっていうね、すごいね、強いんですよね。缶のその、本当に繊維にね、もうグーって抵抗を感じながら引いていくっていうような線ですよね。で、こういうところはチュンチュンっていうのも瞬間的なね、パッとね、方が開いて書いてある。そういうの分かる。ところがこれ、右下下がりなのに、こっち右に上がってるんですよ、結構ね。これもこれも。 これもそうですね。すごい面白いことに。普通ね、下の方にグーンって行くのは基本的な練習。でも、人がね、やっぱり、どんどんどん早く書こうとしたらね、右上がりになっていくんですよ。これも手のね、右手こう書くから、その構造からして。で、R なんかもね、これ面白いのはね、ずっと言ってきますけどね、ここ手の形ですからね、これ手の形やっぱり残ってる。練習っぽいんだけど、天書っぽいところもある。よく、東書っていうのは、練習があって、天礼っていうふうに私言い方してきましたけれども、 かなりね、天章から直接行ったのもあるんですよ。つまりね、隷章とね、厳密に言えばですよ、総始そのご先祖様となるような所帯っていうのはね、もう同居してあったからね。だから連勝から行ったとかね、天章から行ったというよりかはね、その間でね、本当にね、同時期に一緒に使われてたということなんですよね。これでね、見てみますとね、ここなんかもね、本当にね、鋭いところを取って、ぐーんと下のところに行くね。 こういう霊障の派生っぽいところもあるんですよね。あるところでやっぱり締めないといけないから全部線でいっちゃうと軽い感じになっちゃうからね。グロンって締めてるっていうね。こういうことも分かったりね。これもう本当に面白いということなんですよね。それで次のね、この V のね、監督に行きますとね、これはね、薬の、ついて書いてるんですけどね、処方箋のようなことをね。 てんてんって、この結構ね、線がですね、こっち粘りが強い。ずーっとグーってね、書いていってんだけどね、もっとね、ちょっと、ちょっとっ瞬間的なその圧の加え方でね、早くいってるということなんですよね。総称でもその連綿って言いますけども、次と次をくっつけんじゃなくて、独走と言ってね、単々字で書いていくんですよね。だから、焦燥に近いところがある。でも、焦燥だとね、もっとね、 この間見ましたね、右の周りの子がグーンっていったりね、そういうところがあったけど、金孫に行くようなものっていうのは、非常にこのね、細かい動きがね、ダッダッとよくもうずーっと後の時代にね、孫家庭なんかが、その、唐の時代だけど、それはもう、大喜も過ぎて、もうその、ずーっとずーっと唐なんて言ったらもうね、もう最後ですよ、本当に <laughs>、私からすれば。その前の時代でね、漢字っていうのはもうね、完成しちゃったっていうか、唐なんて言ったらもう、子孫みたいなもんですから。 っていう感じでね、そこで言うのはね、点のね、打ち方とかね、点のね、趣っていうのがやっぱ創始のね、面白いサイだっていうようなこと言ってますよね、そう、書の中でね。で、そういうのがね、やっぱりね、感じられるんですね、あるんですよね。瞬間的に、ね、パーってね、方が開くて、それはすごい強いわけですけどね、出力が。それで来てますからね、でここでスパン、スパってね、引いていく。もう線をね、もう、 入れた瞬間からグワーンってここが強くなってシュッと抜けていくね。そのね、瞬間的な圧の加える。つまり線もね、硬いこれを高度に制御しなければできない。つまりググーって引く線はね、そのままゆっくりると、瞬間的に当てた瞬間にグワっッて引いてね、また一本の線の終わりのところではね、瞬間的にもう綺麗にまとまっているんですよ。この最後ね、汚くなってないこれすごいね、技術ですよ、これは。コントロールですよ、筆の。ということでね、 やっぱり、小僧はかなり冷笑っぽい私ですけれども、金層はね、やっぱりね、こういったね、少しリズムが違いますよね。それを感じられる。だからね、瞬間的にパッパッパッ、プーッ、パッ、パッパッっていうね、パッパッ,ッっていうね、リズムですね。それがね、すごいね、あってですね。で、縦はね、やっぱり少しタームって言いますよね。シルっていう字なんかもこれね、 奏称ですよね、このね、口だって点々になってますしね。リズムがね、違うんですよね。で、これなんかは、ね、まあ、ちょっと、ね、霊書っぽいし、ここにね、神某って書いてありますからね。これちょうどね、もう、前漢と五漢の間のね、中国でいう西漢と東漢の間のね、神という王生の時に使われたね、年号が書いてありますけどね、ここなんか見るとね、これちょっと霊書っぽいんだけどね、すごく。 だけどすごい丸いを見てる人というね、で太さと、ね、細いところがすごい、ね、強調されて書いてあるっていうね、本当に面白いんですよ、これ。これだけし地の方、ね、口に出てくるってすごいね、本当に面白い。だけどね、小層だとグーッグーッていくところはね,こうね瞬間的に間ッキンって、もっとね、短い。小層よりももっと早く書く、金層は。というのがね、見られるんですよね。これでね、しかもこの縦の線がグーッ 伸びてるねこの長脚表現というかね、長い足のね、ここもね、粘なんかよく使うんですけどね、で、見られると。まあ、この辺はなんか焦燥っぽいから、まあこれはね、金層と焦燥どっちかってね、区別は非常に難しいですよ、もう。少しずつ分化してほしいですから、ここからね、いうことをね、見えたりね、して。まあでもこれは面白いことにね、この枠のね、普通は横のね、線が太くなるわけですよね、霊書っていうのはそうだ なのにこの枠がやっぱりここがねグイッグイッとね強くね押さえたらっていうのがそれも面白いで縦の線もねこれ倒れてますよねこ,れこう書いてないこう書いてるだからもう早く書こうとするからこっち行こうとするからねそういう気持ちこう書いてるからこっち行きたいからもうねこっちの気持ちが入ってるからねこっちしちゃってるっていうねすごいねやっぱり書くそのスピードが速くなってきてるからね瞬間的にその時系がね変化していくるんですよねでこれなんか正月のショーっていう時代も,もうこれ 総傷ですよ、これ。本当に。という感じでね、見てくれて面白いんですけどね、このエチナンカンになって、これだってね、鋭くなってきてる、線がね、すごくね。最後のところだけこうつけてるっていうね。であとは、ォーっと鋭いですよ、これ、本当に。線がね。で、こう、サンタッタッタッって言ったら、こう、グーンって流してこの乗客表現が面白い。まあ、基本的に、ね、これもそうですけども、これもそうです縦がこっちにグーってね、 右下に行ってるわけだから、この線のベクトルがね。そうすると、それとは逆方向に筆が倒れていますよね。それは筆の先を防水系ですから、それをバネのように使ってるから。だから結局、これはね、左前の方にね、筆管が倒れてるんですね。で、ぐーって来て、ここでまっすぐ、自分の目の前ぐらいに倒れて、で、最後に右前ぐらいに倒れて、抜けてるわけですね。ここすごい。だから、この折れた後は、ちょっとね、太くなってますもんね。 こういった形でね、筆のね、使い方なんか見えるんですけどね。で、結構これ、焦燥っぽい部分もあるんよね、こういうところとかね。ほんとに。この月なんかがこういうふうに、ものすごくね、省略されちゃってる。これ、よく出てくる字ですからね。こういったこともあるんですけどね。だからね、本当にね、こういった形でね、見るとね、この、聴覚表現なんかは、まあ、石文なんていうのもありますしね。それと、一つね、美しい。 ががああっってててその中にも出てきたっていうねね覚えがありますよ、ね、ですからこれはまあ霊を含んでる焦燥と金燥の中間ぐらいかなってこの2つはね感じているんですけどもところがですね次のこの東培老間隔まあこれも場所も全然違うんですけどねこれなんか見るとねこっちはだって相当だって北の方だし西の方ですもんこっちはね南の方なんですけどね先ほど申し上げたように。 湖南省の調査ですからねこちらの2つはねむしろね私が思ったのはねそっちの南の方の諸風の方が金層の方に近いんじゃないかなとまあ時代的にも少しずつ経ってるんですけどねだって後あたりはだって紀元前でしょでここで紀元がちょうど来てでここ22と27だからもうほとんどその近いですよねでこっからもう100年飛んでますもんねもっと行ってる飛んでる だからね、150年以上飛んでますよ。ここからここが50年ですけどね。もう、金相に近いんですよ、これは。<laughs> ということが言えるんですけどね。これなんかもう本当にね、さーってね、もう、信じるなんかもね、人間ももうわかるから、さーって、だって、このほら、点のね、感じでね。もう、口なんか点々ですもん、これ、本当に。で、こう書いてね、そこの、でも先ほど見たようにね、この辺りとかね、 本当に瞬間的なグワッていくね。例えば、この横の線なんかもね、もう見えますよね。で、解消のところに見ましたけどね、商用なんかのね、解消もそうですし、この東梅牢とか相馬牢なんか出てるね、解消に近いようなものもこういう線が当たりましたよね。で本当にグテンって打ったら、シューンって回るところできてるしで。これのね、またっていう字なんかもこれよく出てくるからね、ここすごい簡略化されてね、こっちなんかもね、総称に近いんですよ。もう本当にね。 で、ここなんかもう、ぴゅって言って、こう来て、こう来てますけどね、このね、少しずつね、畑が退化してるということが言えるんですよね。畑一個一個書いてたらも、ものすごい面倒くさいから。だけどね、やっぱりね、右側がちょっと強くね、してるんですよね。といった名残っていうのは。早く書きたいからね、まあ、頭の中でね、書いてるつもりなんだけどね、早くなってこうなってるっていうかねかどん,どん,どん,どんね。 もう肌が退化してます尻尾がね、どん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 消えて、微低骨になっていくようなね、ちょっとね、治りがあるんですけどねで。こういうところとから、ね、グぐーっていってますからね、こう立っていってからグーっと、畑がありますよ。まあ、時々、先ほど申し上げたように、畑があった方がね、引き締まりますからね、全体がね。あんまりこの早いのばっかりできちゃうと、もう字がね、コントラストがないとね、もう全部骨っぽく見えちゃうということでね、こういうふうになってますけどもね。だ,だからだんだんとね、 はたくっていうのはもともと全部加とすれば、もう一つの字に一歯、一字一歯と言いますからね。一つの字にね、必ず一本ずつあったものがね、もう消えていって、もうなくなっていって、それで、あるところでは残してあるっていうね。これね,とかね。これっていう字ですかね。これもよく出てくるからね。入り方がね、もうね、もう本当に筆を当てた瞬間が真ん中が太くなるってね。基本的にその前は、だって、もう造法でね、こういった方が出てない。 でね、こうとかねもう必ずグワッと入れてましたもんなのにどん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 ね早く書くためにはねそれで真ん中が太くてまた細くなって抜けるっていう、ね、タイプになるわけですよね前の感じだったら入ったところから出るところまでそんなに変化ないで出るところはものすごく強くしたりしてたそういうものがなくなってきてるっていうねこれ面白い人いるんじゃないかなと見て観察してこれてると思うんですよね で、ここでさらに50年経つ。もうここでもう缶がね、滅んでね、5人いってますけどね。もうすごいですよ、これ。もう自然の出るの。これも本当に総称だから読めるわけですよね。でこうギュンっていって、グッってグッグッグッって、下はね、太くなってるのがね、これも特徴は残ってますけれどもね。でね、本当にね、こうなんかギューって凝縮したら、ここね、下のところで本当に解放してね、粗密があるし。で、ここなんか、グワンって当てて、 クインって、このね、こうなかなかいいね、このね、グーンとここまで強いんだけど、ここからね、筆先をね、ソって抜いてるんですよね、ここね、本当に細かいところですけど、これでここでガーって入ってる。で人なんかはね、これはね、画数が少ないからね、引き締めるために。これでね、このね、折れてる、こういうところが大事だって言いましたよね、伝説の部分。ここもね、ガーンっていってからね、もう瞬間的にね、もう断筆って、後の時代に言いますけどね、大石なんかでも。 これね、ガンと当てたらね、こっちガンって言ってるんですよ。でガンと当てた瞬間のね、そのね、出れば衝撃でね、もう折れちゃうっていうね、そういうね、方に入っていくっていうね、それすごい強いん、ね、で、ここもそうですね、ガンと当てて折れちゃうってうで。しかも、ここの場合はこう来て、尻尾はこうなってるんですけどね、これなんかは見ると分かるんですどこれのね、折れ方とこの折れ方は違うんですよ。つまりね、この折れ方っていうのはね、ここはね、こう来て、 右側に少しね、筆は右上に倒れてるんですよ。で、こっちはね、左側に倒れてるんだと思うんですよ。なんでかって言ったら、抜ける最後の後のところは、こう、ツンって来てるから。ということで、違うっていうのも分かったね。面白いんじゃないかなと。少し見るとね、同じようになってない。ここはね、パーンってきたらね、ツンって、本当に、ここと同じでね、いきなり脱力して抜いてるね、全部違うんですよね、このね、折れるところがね。 こういうこともね、見えるし。で、ここなんか、たんた点のね、バーンって打って、バーンって打って、ちょっと軽くなってるでしょ。で、ここにワンっていって、ガここンって、ここで凝縮させて。で、ここの、これはフでしょうね。これ、ひらがなのフと同じですからね。フ。で、ンでここ空いてるでしょ、と。それでね、ここ凝縮してね、こっちに来てるってね。これも総称のね、本当に特徴ですよね。で、これなんか、L なんていうのはもうよく出てくるからね、もう本当に短くなっちゃってる、この。<laughs> これ本当はね、 4人目ですからね。で、上でグッグッグッって回ってるでしょで、これなんかはもう本当、L よく出てくるんですよ。もう手紙が来たとかね。だからね、これすぐにね、こういった形です、すごいですよって、グンって当てたら、もう瞬間的にバーンって当たって、下に行ってるんですよね。で、ここもガンガンって、こういうね、本当に折れ曲がってるのはね、面白い。こういうところはね、見どころがあります。特にね、線っていうのはやっぱりね、折れるところは難しいんです。すごく。だからそういうところがね、 特徴があるここなんかもそうですよね、ガンガンとて当てて、ガンガン、ガンって開って、ここ、おもむろでしょと。で、シャーンってね、この人の特徴はね、みんなね、ここの辺りが強くてね、あとの脱力するんでね、本当にそういう特徴が見られるということでね。で、これなんかね、本当にね、さんざんと小さくしてたら、どんどん最後のところで振ってるでしょうと、大きくね。この人の特徴ね、この振るところね、ここね、あるんじゃないかなということでね。 面白いんですけどねさらにさらにね時代がね来ますとね、まあ、これはヒ素がすごく強かったけれどもこっちのローランのね新刊もねありましてもうさらに次のとこまで行ってますよね精神ぐらいかなで大岸にもどんどん近いのかなって感じですけどね本当にこれを見ると大岸のね総書にそっくりですよやっぱりだから基本的にはね何と言いますかこの書なんかだってねもうこれ そのまままですすよ、こここれ本当に。にここにありますけどね。おにもそっくりですよ、これ。<laughs> もう先ほど小々だとここら辺を大きく振ったりねブーンっていってこういってましたね小っにうね。でも金粗はねもっと早、はい近い。もうあんまり振ればねこれは距離が長いからね距離短い方がね早く書けるからだからねもっともっとね本当に、ね、早くね早く書くためにねこの上のね方が長いでしょ。で下がね こうなってんね、少しね、右側にグンってね、こっち来てるんですね。これ面白い。で、帰りね。小僧のとこだったら、帰りがこうぐーんって、ここがぐーんって強かったでしょと。違う。もう、金相っていうのは特徴は、やっぱり、点みたいに書いてるんだよね、線をね。その方が早いですもん、もう、線がもう、どんどん点に近づいてきちゃう。線で書いてたら、もう、時間かかる。で、気質だって、もう、入れてたら時間かかる。だから、もう、タンって当てたら、バンバン ッともう線じゃない。これはもう点の連続ではないかというようなね、感じにも見えると。まあ、それはちょっとオーバーすぎるかもしれないけど、<laughs> 言いすぎかもしれないけど、これだってもうもっとですよ、これ、ふもう、点々点になってる。まあ、これも歩でありましたけどね。まあ、こういったところなんかっと、もう極端に出てきますよね。もう、点々。で、この点のね、距離の位置ね、これ。こことこうね、ここが強いでしょ。これで、これ弱い。そうするとね、遠近感、こっちの方が手前に見える感じがする。 本当はね、右下の方が強かったですよね、霊障とかね、霊があるものはね。これなんかまだそうだった。だけどもうこっち、本当に軽くなってるって。これも L ですよね、また出てきた。これも L ですけどね、パンパンって見ると結構ね、L が多いですけどね。あ、これも L だ。<laughs> ですけそっくりですよ、本当に。もうグッて1本入って。で、ピッ、ッ、ピッ、ッと。もう、ピょンってきたら、ぴンっとしていて、ピょンって言って、パンって。そういうやっぱり、 連続性ですよね。折れるところのね、注意のね。トン、トン、トン、トンっていうね。そういうリズムです。これ、即っていう字でしょこっちに来てね。もうこれ読めますよ。もうこれよく奏書に出てくる。この字も。すごいですよ、これもね。トッ、トッ、トッ、トッって感じで。だからもう早いわけです、書くのがね。こうまた、トッ、トッ、トッ。これ、大岸が書いた日にもうそっくり。で、これ前でしょ、もう。ここ起きてるから。ここのね、ここのところね。 もう本当に。この後がね、短い。正層だったら長かったよね。ぐーっとね。わざとここも右用に下をね、ぐーっと重たくするように。こう、チューッてなってますよね。さっきのここもそうでしたけども。早い。本当に。そしてこっちは辺が強いでしょ、と。これ、木っていう字じゃないかな。これ、それっていう字の部分でね。でこっちは月ですからね。ここなんかもね、こうその部分がずーっといったら、ここ早いでしょ、と。で、今度はね、これもまた月なんだけどね、また違う表現をね、使ってますよね。 こ,こ,でね、これゆえにとかでよく出てくるの古いって字ですかね。でこっち来てるのね。でこれなんかもうねもう門構えですからね「つ」なんてねこうちょっと飛んでるけど <laughs> っていう感じでね本当にね面白い。で最後のこの字なんかもねこれ敵かな。これもう大体これ信用なんです。<laughs> ですからねこうなってね。まあ過ぎるにも似てるけどまあこれは敵だと思います。 そういった感じで見ていくとですね、大市のところでももうね、見るね、ポイントがね、もういっちゃったんじゃないかなと思うんですけどね。このナスだってね、ここにもナスあるしね、本当にここにも出てきますよね、毎回変えてね、そのもうここもう本当に、まあこれはね、十七条というね、有名な総書の規範だっていうようなね、唐の時代に編まれたものですけども、その中の逸民帳というね、大市が隠居して楽しいよっていうようなね、お手紙。 その中にあると、すごいね、これね、軽快なんだよ、表一。それでね、ここでバーって言って、ほら、これ出てきたでしょこの、侵入。で、いつでしょこれで、みんなもいいな、なかなかいいで、これ、すごいんですよね、このね。本当に、略され方がね、究極的。で、これでしょで、こっち、面白い、この逆三角形。それでね、次にね、あれですね。心ですもんね。<laughs> それで、こっちは懐か。 でここのね、ひさしっていうのが、もう墨をここでてつけてね、ここは早いから、かっぴになってきてね、この辺で墨つけたからなそしてグイグ,ーグ,ーグーってやってますよね。それこの辺りなんか監督のね、字にね、そっくり、もうソーマローはすごい悲相がはっきりしてた。そっくりですよね。で、ここね、入ってからね、こう来たらグンって当てて、ね、ピンって抜けてる。これなかなかいい。本当に素晴らしい。これでね、この円かな。それで足下、何 いうことで、ね、対比してねこの中に屋根の下に入ってる感じで、ね、面白いしね今度は字と字の関係もね大義になってくるこれだとねある程度ね単体字でブロックみたいなねこの時代もそうこの時代もそうもう最初のね前巻ぐらいからもうそんな感じですけどねコロコロしてるブロックみたいねだけどねこのね大義になるとね字の大小があってねそれの、ね、字,字との関係性がねよく出てきてね 大きいいいととととここころろ入り込んでくるところとねこうすごちちっゃまあこれは紙が下、なかったからもう詰めちゃったんでしょうね、3字をね、最後ね。そういうことも考えられるということで、面白いんですけどね、これなんかもっと言うとね、有目調と、これは、樹脂条の中にありますけれども、日本にあったんですけどね、広島で、原爆で亡くなってしまったと燃えてしまったものなんですけどね、写真が残ってましてね、これでこれ見ますとね、なりっていう字がすごいでしょ、これ、OK。 で、前の、ね、行の最後の規定して、次の行を始めるんですけどもね、方向の、ね、大きさの、ね、違いね、可能なかですけども、で L でしょうと。で、ここで墨みけたと思うんですけどね。で、ここのね、連綿をしていきますねで。字のね、時間の関係がね、すごい出てきて。でも、ここなんかすごい、ね、グインって来て、ここ強くなってるでしょ。で、こうこう面白い。こう当てて連絡して、グって下行って、グンって開いて、上にドンって当てたら、 そしたら今度はこの反動でグーンって下に行ってで、今度はこれのね、つながり、これでグーンってやってて、ここね、微妙に行くとね、下から上に突き上げるなってで、そこからね、右上に行くっていうかね、で、こっち行ったら、そこ今度はグーンって切り返したら、こっち、こーンって当たって、で、こっちに行くっていうね。つまりね、天節伝のね、奏者を書くときのね、折れ曲がるところのね、リズムですよね、そのね、それをすごいね、警戒っていうかね、 リズムを楽しみながら書いてるっていうね。それが金層の喜びじゃないかということでね。これなんかはもうたっぷりしてち、ね、ゃうかんでもね、それどころもそうなんですけどね、この、こちらもそうでしたけどね、太い、こういう純筆でもね、すごいね、この、当てたところのね、返りがすごいんですよ。今日っていう字もね、これ、もう本当に、あとはゴーっていう字もそうですけどね、里っていう字ね。これもね、もうーみたいなので手になっちゃうっていうね、これは。 究極的な跳躍のされ方。これ求めるでしょうね、これね、うん。このね、右と左の振り方の大きさの違いね。これもなかなか面白いです。で、この、ここ出ましたね、これね、新庄。ここすごいですよ、もうこれだけになってますも、もう本当に。<laughs> 上の部分があって。それで、このね、この斜めにちょっとずれた感じがね、いいんですよね、なかなかね。で、大騎のこの遠征帳、これはね、日本にあってですね、もう、本当に結構いいもの、日本持ってて。 まあ、模本じゃないかなっていう説もあるけども結構ねいいものですね。でこれを結構隅があるんですけてね純筆に書いてますね。だけどすごいねこの周りのところがねここの、ね、線の連絡がねなかなかいいんですよねこれはね。ここなんかフっ <laughs> てここでグワンってここの連絡で当ててまた戻る。だからやっぱり天いにして書いてますよねすごくね。でここはグッと入ったらここにガンっと当ててやるからすごいここの、ね、ハンドでグワンってきて。ここガンガン グーンって来て、でしょでしょと。で、ここ当てるね。まあ、これ断筆とよく言いますけどね。このガーンと当たって、で、ガンって蹴るんですよね。まあ、10種以上でもね、もう断筆をね、これ、すごいね、こういうところね、折れるところをね、強調しているのもあるんですよ。唐の時代に、かもしくはそのあたりでですね。この折れるところが大事だと、創始のね、ことだったんですよね。 これなんかも回るところなんかも面白くて、コーンと当たって、こうグーンって来て、ちょっとなかなかいいんですよね。だからね、本当に心なんかもね、これだけになっちゃってますけどね、すごい太いでしょで、この距離が違ったりね、そういったね、工夫がね、細かいところが、金相ではなかなかね、その、同じね、こういった平行線なんかがね、あったら嫌だからね、もう変えるんですよ、少しね。とあと、線質を変えたりね、こっちが弱かったらこっち強くするとかね。 これとかずらして、このちょっとへしゃげたりとかね、ちょっと右左に寄っちゃったらこっちに今度ググンとこれでね、もう戻しちゃうというね。だから字の関係というものがね、連絡性が出てきたと。その前はコロコロしてたんですね。大木師のそのすごさっていうのはそういうところにもあるんじゃないかなというのも見れてこれて,てですね、本当に自在にね、縦横とかね、もう長さとかをね、もう伸縮してですね、面白いんじゃないかなと思って。 おりましたけれどもねだから行の移ろい方も独特であったりとかねそういった石徳の中ではねもう紙になってますからねここからねこの前までここまではねもう監督でしたからねそういった新しい表現がね紙の中でね監督っていうのはどちらかというと縦のラインでグーンと書いていくからねそこにどん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 詰めて書いていくって感じだけどもねそこから少しずつね揺れとかがね出てきてね紙になると面の表現になってくるんじゃないかなっていうのも。 それもね感じながらね見てこれたと思います。今回、金相もね、大盛り上がしちゃっておりましたけれどもね。もう、ここでね、思ったんですよ、また。で、王氏のね、関徳を見ていくときのね、その面白さっていうのもね、その当時のね、このローランの新刊とありますけども、ローラン斬新なかとの関係とかね、ローランの新刊との関係でもね、どうなのかなって、そういうのも興味を持ってしまったのでね、そういうことも、また、 やってきたなと思いました。と、また予告をしながら <laughs>、期待させてしまいましたけれどもね、今後とも、こういった形で、本当に、千の喜び <laughs>、総称の喜びなんかをね、共有してまいりたいと思います。扇子の続編ごご期待くださいいありがとうございました